サクソフォン奏者の大石正則です。6月17日、はい、日曜日の、はい、13時午後1時から渋谷のリビングルームカフェで、はい、サンデーブランチクラシックっていうそのシリーズのコンサートがあるんですけども、はい、それに出演をします。あ、そうです、はい、30分の、短いコンサートなんですけども、はい、まあ、お食事をしていただいたり、はい、お茶をしていただいたりしながら聴いていただくようなコンサートですので、はい、気軽にお越しいただければと思います。あ、そうですか、はい、それからあとその次にあるのは、はい、7月の11日に、はい、所属しています現代音楽のグループ、はい、東京弦音計画、はい、これの、コンサートがありまして、毎回その私たち の, そのグループは作曲家とか、を作曲家をフィーチャーして、はい、コンサートをやるんですが、今回は、山根明子さんをお呼びして、はい、彼女のコンサートのプログラミングと、あと彼女の新曲「僕たちの移植作品を」を、演奏するようなコンサートになります。はいはい、で、はい、そのコンサートに先に7月の3日に、山根ナイトというですねプレイイベントを企画してまして、これは、もうちょっとそうですねライブハウスみたいなところで、このまあコンサートのお話とか、あと僕たちの演奏、このコンサートとは11日のコンサートとは違う曲演奏をしたりとか、はい、そういったイベントも催しますので、ぜひお越しいただけたらと思います。いろんな形でやっぱりコンサートに参加されるんですよね。まあ、今日今撮影しているこの場所も、はい、松戸の途上亭っていう有名な庭園のある、はい、はい、そうですね、僕は松戸市出身なんですけども。あ、そうですか、はい、フランスの留学から帰国して今年で10年なんですが、はい、帰国してすぐにですねお話をいただいて、ここで本当によくコンサートをさせていただいてるんですね。あ、そうですか、はい、で館長の、斉藤さんが、まあ、学芸員でもいらっしゃるんですけど、はい、本当に懐深くですね、僕がやりたいような音楽ですね、ここの場所にあった、はい、合わないにこだわらずですね、本当に好きな、僕はここに演奏したら合うだろうなとか素敵だろうなって曲を演奏するんですけども、本当に好きなことを自由にやらせていただいています。はい、で今日もそこでコンサートがあるんです。こんなに東京に近いところで素晴らしいところがあるんで、ね、静かで。そうですよね、本当に僕がコンサート始めてこの10年の間でも本当にだいぶ変わってですね、この途上亭も、その間にいろんなことがあって、まあ、国の名勝に指定されたりとか重要記念物になったりとか、今回はその庭園がその徳川昭武の行った時代の庭園に復元をお庭がされて、まあ、だいぶ広くなったんですけども、はい、その復元の記念コンサートということでコンサートさせていただきます。はい、あ、そうですか、はい、いや、クアルテットだったんですね。はい、そうですね、今日は江川涼子さんと、加藤聡さんと富岡優子さんと4人でサクソンクアルテットのコンサートを行いました。やっぱり今までの活動を拝見してると、やっぱりいろんなところでいろんなチャンスがあったらそこでまた演奏につないでいくような形でコンサートを広げていってらっしゃるんではないですか。そうですね、本当に、でもこれは本当に何て言うんですかね、皆さんあってのというか、本当に人とのつながりが大事だなというふうに思ってますし、やはりこの途上亭でのチャンス演奏いただいたチャンスも人の紹介でご紹介いただいてそれが続いていることだし、この途上亭で知り合った人からまたコンサートをいただいたりとか、そういう機会がありますから、まあ、本当に人様にいただいているような機会っていうのを思うと、つながりが大事だなっていうふうに思ってます。そうですよね、はい、随分でもあれですね、この頃は学校でも随分教えてらっしゃるんじゃないんですか。そうですね、今3つの大学で、東京芸術大学と専属学院音楽大学と、あと東方音楽大学、東の国の、あ、東の方の東方、あ、そうですか、はい、3つの大学を教えてます。はい、やっぱりそこに憧れてくるっていうのは演奏家大石さんということをやっぱり大きな目標として来られてるとは思うんだけども、そういうなかなかねいい面だけではないというご苦労があると思うんですよね。僕を目指してではないと思いますが、でもやっぱり昨今そうですね、吹奏楽っていうのがすごく人気が2000年代ぐらいから僕思うに、はい、映画とかテレビの影響で若い人が楽器をそのまま勉強したいって人が多くて、はい、音大に入ってくると思うんですけども、まあ、ですから今音楽を勉強する環境っていうのは本当に開かれてるとか誰にでもチャンスがあるんですけども、はい、そこからまたそれを仕事にしていくっていうのが大変なことかもしれません。
いやすごい容易なことではないと思いますね。そうですね、まあ、だから自分がやりたいこととか自分ができることとか自分の、まあ、人のつながりとかそういうのを大事にして自分が演奏できる場所を見つけていくっていうのが大事なんでしょうかね。ですよね、はい、もうですとそれですとあれですか、学校卒業してから今何年ぐらいになりますか。僕はですね、18歳で東京芸術大学に入学してから、はい、パリの音楽院を卒業するまで12年間学生をしていたので、それこそまだ日本ですから、うん、留学が帰国した時に卒業したのでまだ10年ですね、仕事始めて。あ、そうですか、はい、まあ、その間本当に地味な活動なんかも、はい、もう地道にやってますけども、でも本当におかげさまで自分がやりたいことをやらせていただいてるなっていう実感はあるので本当にありがたいと思いますけども。で、若い方に対してね、なんかアドバイスというかなんかおっしゃることありましたらちょっといかがですか。はい、そうですね、なんか人と違うことをやるっていうのではないとは思うんですけども、やっぱり人と違う自分にやりたいことっていうのが見つけられる、だから自分が本当にやりたいことっていうのを見つける人がやっぱり強いのかなというふうに、それ大事ですね、思いますし、あとやはりずっと好きで居続けるっていうのも一つの才能と努力だと思いますので、はい、まあ、そういったことがずっと続くかどうかっていうのを皆さん見極めつつ、好きだったらぜひ続けていただきたいと思いますけども。でやっぱり体力的にもやはり日本人の体力がどうですか、その管に対して。そうですね、でも管楽器はやっぱり、まあ、楽器をしてれば息は育ちますし、そんなになんていうんですかね、マラソンとか筋トレとかを楽器に演奏には必要はされないと思うんですけども、はい、まあ、必要な楽器に演奏に対して必要な体力っていうのはやっぱり日頃からつけていく必要あると思いますけども。でも本当に演奏技術という点ではもう飛躍的に伸びてるんじゃないでしょうか。そうですね、これは本当日本、まあ、世界的にも日本的にも、まあ、なんかそうですね、レベルはもうかなり上がってますよね。そうですよね、はい、もう若い人も上手な人たくさんいますし、はい、まあ、レベルがみんなで上がっていくというのは素晴らしいことだと思いますし、そのサックスとか、まあ、楽器の可能性が上がるということですからとても喜ばしいことだと思いますけど。そうですよね、はい、まあ、そういう中でどん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 新しい人が生まれてくるわけですから、そうですね、その人たちがやっぱりまた次のステップになるようにというふうに思いますね。はい、僕はそうですね、僕も僕なりにやっぱり好きなことできることを突き詰めるというのが僕の仕事かなというふうに思ってますけども。あ、そうですか、はい、今年ですね、CD を新しい CD をリリースしたいと思ってます。はい、イタリア・アメリカのオドラデックレコードというレベルから、はい、法人無伴奏作品の、まあ、現代音楽ですけども、レパートリーを網羅した CD を2月に録音しまして年内に発売になると思いますので、もう収録済みですね、はい、録音はしてきました。発売の予定はちょっとまだ具体的には出てないんですが、まあ、秋ぐらいには出るかと。もうでも収録してらっしゃるからね、はい、録音してます、はい、出ると思いますのでぜひお聴きいただければと思います。あ、そうですか、はい、日本でも発売になりますので、あ、そうですか、はい。はい。